下関鉄道三橋の昇景丸昇景丸は、鉄道省の官府航路、青函航路の鉄道連絡線。京福丸型の第三線である。姉妹線には京福丸、特寿丸がある。旧朝鮮時代の応急昇景宮小具の名を取り、命名される。官府連絡線には、1913年に、高来丸と白木丸が就航していたが、同年に、官府連絡線。 朝鮮鉄道、南満州鉄道を経由で、日中連絡運輸が開始されると旅客は日々増加し、輸送改善が必要となってきた。そのため、1920年に旅客船3隻の新造が計画された。小慶丸は、その第三船として、1923年、三菱重工業神戸造船所で建造され、同年就航した。 速力は20ノット以上であり、軽福丸型では最も性能が良かった。軽福丸型が3隻就航したことにより、下の席と富山間は昼8時間、夜9時間に短縮された。関富航路に就航後、1942年に富山港で座礁し、約1ヶ月離脱する。1943年からは広釜航路で運用されていたが、博多湾が 嫌い封鎖で使用できなくなってしまった。博多湾から無事脱出後の1945年6月からは、スサーンを起点として、中国大陸との航路で活躍する。1945年7月30日、退避中の宮津港で、アメリカ軍空軍機の空襲に遭遇し、資金弾を受け浸水し格座。そのまま放置され、終戦を迎えた。終戦後もしばらく放置されていたが、 生管連絡船の不足を補うため1946年に引き上げられ、1947年8月に修理が完了。同年9月23日より生管航路に就航する。1947年より、東山丸型が順次就航すると、1948年10月10日に就航する。 1952年1月から4月までは、アメリカ軍に徴用され、朝鮮戦争の人員、物資の運搬に従事する。1954年9月26日、東山丸台風により、東山丸などが沈没すると、船員の訓練の必要が上がり、小景丸は1955年12月18日に、訓練船となり、函館港有川か岸壁に係留される。 1957年10月まで訓練船として使われ、1961年に売却、解体された。ありがとうございます。